皆さんこんばんは。それではウォッチドッグス2の続きです。ジミー・シスカという映画俳優に会いに行きます。よ、どうした？ニュードーンの服を盗んでおいたぞ。見た目は大事だろ。ナイス、助かるよ。思い知らせてやるんだ。何かな。どうも、ジェイソン・ローウェルです。はあ、いや、教会から来ました。ああ、ジェイソン・ローウェルか。腕利きらしいな。中へ。お気遣いどうも。さあ、それでは始めましょうか。こちらの情報によると、教会に疑念があるとか、聞かせてもらえますか？疑念か。疑念は言い過ぎだな。以前ほど触発されなくなってるだけだ。ジミー、ジミー、さあ、隠し事はなしです。そうさ、わかった、わかった。噂があるんだ。問題のある教会員がある場所に連れ去られてる。彼らが戻ってくるには相当な時間がかかる。戻ってくるのだが、その噂は聞いていますが、ただの噂にすぎません。終わり？お咎めはなしか。真実を語ったのに。ありがとう、後悔させないと約束する。さて、最後に一つだけ、この噂の核心に迫りたいのですが、その空想の収容所はどこに？さあ、知りたくもないね。では名前は？レッドルームだ。レッドルームと呼ばれていた。では最後にもう一つだけ、ここ最近のあなたの映画はひどいものばかりです。頼みますよ。頑張ってください。では。さて、打倒ニュードーンの手がかりは掴んだわけだけど、肝心なとこが抜けてる。ジミー・シスカがビビってる。レッドルームについてだ。ジミー・シスカ主演レッドルーム。レッドルームってのは問題のある教会メンバーを送るリハビリ施設らしい。一生出れないこともあるって噂だ。拉致してるなら大きなネタになる。私の手には負えない。協力を頼む。俺に任せとけ。さて、どうしよう。ミランダです。いや、マーカスだけど。マーカス？ホロウェイ？どうやってこの番号を。そうだったわね。ニュードーンの情報が欲しい。レッドルームについて何か知らないか？ミランダ？住所を送る。そこで。情報だけでいい。そう。では、情報提供者のミランダさんに会いに行きます。こんなところに止められたら、いろいろ吹っ飛ばすしかないんだけど。路上に止めたのは見ましたよね。イベント終了後に乗ってた車が移動されてるのはよくあります。車の元の位置情報を保存してないんでしょうね。
この人がミランダさんです。どんな面倒が？俺たちが面倒を起こす。俺たち？デッドセックでしょうね。デッドセックの逮捕を喜びそうな友人はいるけど。挑戦は好きだ。あんたもだろ。なんですって？ずっと前にニュードーンとやり合ってた姿を知ってる。でもわかるよ、今は市会議員だ。いいえ、やめて。そういうセルアウトしたなんていう話はごめんよ。彼らは毎週誰かしらの人生を狂わせている。私の手術の映像を公開したのよ。聞いて。それは構わない。隠し事はないもの。でも今は市会議員だから手詰まりなの。それで会おうと言ってきた。助けが必要なんだろう。あなたもそうでしょ。私はやり通すわ。そもそもニュードーンは決して教会なんかじゃない。彼らは犯罪組織よ。彼らが所有する不動産を調べたら不自然なものがあった。あれよ。ふん。登記名は教育センター。扉は施錠されて応答もなく警備員が出入りする。それが教育センターに思える？いや、再教育センターだろうな。調査を続ける。調べてみて。どうもありがとう。マーカス、ミランダと会ったの？なあ、ここが例の場所らしいけど、どういう施設かはわからない。でも何かを隠してるのは確かだ。そこでコンピューターを見つけて探りを入れる。呼び出されたここが例のレッドルームのようです。早速ギャングに制圧してもらいましょう。ハッカーども始末しに行って。こんなところに一人隠れてますね。
何人か残ってるけど、絡んでくるようなら自分で片付けるか。屋内にまだ誰かいます。敵かと思って構えてたら捕まったジミーシスカジでした。ジェイソン。俺はジェイソンじゃないし、ニュードーンでもない。こんなのありえないだろう。出してくれ。さあ行くんだ。分かった分かった。ミランダ、シスカがそっちへ向かう。あなたは？自力で逃げるよ。彼を頼む。分かった。それではあとは外に出るだけです。ここの従業員の車を借りていきますかね。ジミーを避難させた。ありがとうミランダ。頑張ったのはあなた。彼が話したいそうよ。マーカス、それが本名か。連中を破滅させたい。ニュードーン制度の外で会おう。なあ、警察に届けた方がいい。教会の監禁行為は証明した。映像もある。すぐに公開して世間に知らせるよ。十分だろ。信仰の心臓部に案内してやる。聖なる秘宝、信仰の起源だ。そのお誘いは断れないな。そこで会おう。マーカス、フォロワーが情報を送ってきた。ホームの CEO にはまだまだお仕置きが必要ね。聞いてくれ。ルームランナーで走ってたら、トレーナーを連れてやってきた不機嫌そうな男にどけと言われた。見覚えがあったからジムで聞き回ったんだ。ホームトップのスティーブン・ベイダーだってさ。金持ち野郎は順番待ちするゴミ分じゃないらしい。
なあ、ホームの CEO 主演でエクササイズ失敗ビデオを撮るってのはどうだ？スティーブン・ベイダーか。喜んであの大バカに恥をかかせてやる。なんでエクササイズビデオなんだ？覗き屋スティーブはジムにいる。ショーの準備にかかってくれ。一足早いクリスマスだな。では次回はニュードーンの聖堂へ行きます。ご視聴ありがとうございました。